皆さんこんにちは。兵庫県議会議員永瀬健です。10月の6日、ちょうど自民党の総裁選挙の直後にですね、毎年やっておりますスマデラのシベリア満蒙戦没者慰霊祭が行われまして、今年も堺から西村慎吾先生にお出ましをいただきました。そして法要の後、西村先生にインタビューをさせていただいたんですが、実はこの今起こっている石破政権が起こっている今の現状をズバリ、もうまるで預言者のように言い当てておられたんですね。でちょっとこの非常に刺激が強いので、公開を少し、控えていたんですが、ぜひ西村慎吾先生のお話、皆さんに聞いていただきたいと思いまして、今から公開します。ぜひ皆様ご覧いただきたいと思います。そして皆様のご意見もお聞かせください。よかったなと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではご覧ください。皆さんこんにちは。兵庫県議会議員永瀬健です。今日は、西村慎吾先生と共に、シベリア満蒙戦没者慰霊法要に参加をさせていただきまして、今法要が終わったところでございます。西村先生、毎年お越しいただきまして本当にありがとうございます。いや、当然のことで。来させていただいてます。西村先生もズバリ総裁選挙先日終わったばっかりですが、石破政権が誕生して今どんなふうにお考えでしょうか？なり方がね、総裁に当選の仕方がね、非常に歪だった。この病状がね、石破内閣そのものの病状となって彼を苦しめるだろうと、本人は苦しんでるとは思わんでしょうけどね、あら感覚が鈍いから、一般国民、一般の自民党員は非常に健全な判断をしてた。そして票は動くんですからね。決選投票なんて何のためにやってんだ、あいつらの臆病風を天下のために示すためにやったと、いうことですな。そうですね。いい結果が出ないよ。国民の投票と議員の最初の投票でいい結果が出た、それを覆す邪悪なんですが勢力が働いたと思わざるを得ない。まあお祈りした英霊が泣いておるぞと言いたいな。途中で涙出てきた。これズバリ刀持ってたら何するかわからない。これズバリ石破政権はどうでしょう、持ちますか？持つでしょう。持ちますか？ここまでバカが揃ってるんですから。バカに乗った政権が誕生したら バカで持つでしょ、あいつ。その化けの皮は剥がれないんでしょうか？やっぱり富士山爆発するかもわからんな。日本は明治維新というのはあれ浅間山の大噴火から80年後に起きてるわけですね。で幕末の1年間2年間はいわゆる地震の連続でしょ、今日本地震の連続でしょ。そうですね。正直富士山爆発しても不思議じゃないと思うよ。びっくりするやろな石破。まあこれ、まあ大きく日本がある最後の黎明期というか、黎明の前の一番闇が深い時期を今私たちは過ごしてるでしょうか。そうですね、はい、一番闇深いな。国民は全て分かってんだよ、はい、だから第1回投票であの結果が出たわけでしょ。第2回投票の真相究明や、麻生派っていうのは派閥続いてるっておっさん言うたんちゃう？言ってましたね。ほんだら派閥続いてるっていうのはおっさんが自分の派閥はもうありませんということを証明目の前でしてるわけだから、もう自民党の顧問にやめとけ。あのおっさんも。そうですね。目障り。先生さっき稲葉の白ウサギに例えるとお話しされてたんですが、ちょっとお聞かせいただいて締めたいと思うんですが。稲葉の白ウサギっていうのはね、はい、ワニを騙してね、海を渡ってね、はい、化けの皮が剥がれてワニに皮剥がれるわけでしょ、はい、石破君はね、稲葉の白ウサギのあの木で育っとるわけ。そうですね。あいつは稲葉の白ウサギになるぞ。
皮剥がれるじゃん。皮剥がれですね。あんなやつの皮剥ぎたくもないけどな。今日はちょっと、政権が、それからね、はいはい、俺はミニシャトー出身やからね、はい、世の中で正しいことを発見するね、便利なものは何だという伝説がミニシャトーにある。あ、ぜひお聞かせください。それはね、社会党を見てたらよろしいと、はい、社会党が反対したら賛成するのが正しい、賛成したら反対するのが正しい、これは俺らの言い伝えやったんです。なるほど。ほんで、正しいことを発見する便利な総理大臣が生まれた。特に国防に関して、あいつらが言うてる反対のことが正しいんです。NATO、アジアの NATO を作るって言うてるけども、あいつは頭おっかしになったのか、うん。NATO っていうのは軍事同盟ですよ。そうですね。今、ウクライナをロシアがやってる時に、NATO は軍事同盟として、ウクライナを支援してるからロシアはウクライナで手こずっとるわけでしょ、うん、東アジアであいつが NATO を作った、西でユーラシアの西でロシアがやってる、その東の背景から我が日本は率先してロシアを攻めないかんの、うん、それが軍事同盟の軍事同盟たるゆえんだ。そうですね。あいつとね、核の問題等の軍事の話したらね、こいつ正気かと思うようなこと言うよね、ああ半分以上こいつアホかと思ったよ、うん、つまりね、抑止力を働かすんだ、うん、日本はそれ何だと、うん、抑止力が日本が核を持って日本に核を落としたら、うん、お前とこにも核を落とすぞとモスクワに、うん、ということだろうと、いやそんなことじゃない、うまく核から逃げたらいいんだって言う、あ逃げる、それが抑止力かと。ほんなら灰叩きで灰を叩こうとしたら灰はうまく逃げるけども、あの灰は俺に抑止力を働かせてるんか、アホなこと言うなって言ったことだった。あいつもアホやから忘れてるやろ。まあ喋り始めたら何喋るかわからんから。貴重な話ありがとうございます。はい、はい、今日はスマデラからシベリア満蒙戦没者、慰霊法要慰霊祭の直後、ね、はい、みんな高市早苗に応援した人たち、応援しました、はい、ご子息の西村ひかるさんと一緒に頑張りまして、 ありがとうございます。兵庫県も党員投票はもうダントツの1位でした。はい、だからいいとこで応用できた、はい、まだ来年も、はい、ぜひお元気でお越しください。はい、今日はありがとうございました。どうも。